なんだ鉄。重りつきかよ。ミネチンもサッチンがいるじゃん。サツキは関係ねえだろうがこれ。通貨ミドリマッチ。なんでハサミとか持ってんすか?ラッキーアイテムに決まっているだろうが、バカめ。いや、とりあえず危ないから、むき出しで持ち歩くのやめてほしいっす。お待たせしました。 まさか奇跡の世代全員集合。マジかよ、やっべ。うわ、声変えりてえ。携帯うっせえよ、キセ。明石か。これはファンの女の子からのメールっす。死ね。俺、ミドジン、そのハサミ貸してよ。 断るのだよ。ああ、黒チン持ってる？持ってないです。普通に話してるけど、なんか空気重。つうか、呼び出した本人がラストってどんなんすか。いちいち目くじらを立てるな。あいつはそういうやつなのだよ。ったく、すまない。 明石か。あれが奇跡の世代のキャプテン。大輝、亮太、慎太郎、敦、そして哲也。また会えて嬉しいよ。こうやって全員揃うことができたのは実に感慨深いね。ただ、 間違いな人が混じってるね。今僕が話したいのはかつての仲間だけだ。悪いが君は帰ってもらっていいかな。いや、そうしたいのは山々なんですけど。なんだこれ、足すくんで動けねえ。フリアート君、なんだよ、釣れねえな。仲間外れにすんなよ。鏡。ただいま。 話は後で。とりあえずあんたが明石か。会えて嬉しいぜ。慎太郎、ちょっとそのハサミ借りてもいいかな。何に使うのだよ。髪がちょっと鬱陶しくてね、少し切りたいと思っていたんだ。まあその前に鏡くんだよね。 鏡くん、嘘だろ。今本気だった。何考えてんだよ。鏡がもしよけられなかったら。へえ、よくよけたね。今の身のこなしに免じて、今回だけは許すよ。ただし次はない。僕が帰れと言ったら帰れ。この世は勝利が全てだ。勝者は全てが肯定され、敗者は全て否定される。僕は今まで あらゆることで負けたことがないし、この先もない。全てに勝つ僕は全て正しい。僕に逆らう奴は親でも許さない。じゃあ行くよ。今日のところは挨拶だけだ。はあ、ふざけんなよ、アカシ。それだけのためにわざわざ呼んだのか。いや、 本当は確認するつもりだったけど、みんなの顔を見て必要ないと分かった。全員、あの時の誓いは忘れてないようだからな。ならばいい。次は戦う時に会おう。